サッカー選手のプレースタイルを紹介するときによく使われるのが泥臭いという表現です。辞書的には洗練されていない、垢抜けていないという意味であり、プラスの言葉ではありません。しかしサッカーでは美しくはなくてもチームのために体を張ったり走り回ったりなど、しつこいディフェンスで相手からボールを奪うようなプレーを泥臭いプレーと呼び、そういったプレーが多い選手を泥臭い選手と呼びます。サッカーは派手なテクニックで相手を華麗にかわして決めた完璧な一点も、体ごとボールに投げ出して押し込んで決めた一点も同じ一点です。足元のテクニックを生かした華麗なプレーや絶妙なパスも素晴らしいですが、気持ちのこもった泥臭いプレーも勝利には重要ですし、見ているファンの胸を熱くします。そこで今回は歴代日本代表における泥臭くプレーし、ファンの心をがっちりと掴んだ選手6選を紹介します。ガッツあふれるプレーが好きな方はぜひ最後までお楽しみください。まずはゴン中山の愛称で親しまれる伝説のストライカー中山雅史を紹介します。中山はスパイクもソックスもパンツも必ず左足から履いたり、勝負パンツにこだわりすぎて半乾きのパンツを履くなど、独特なルーティーンに強いこだわりを持っていることでもおなじみです。中山は長谷部誠と同じ静岡県立藤枝東高校出身であり、高校時代はエースストライカーとして全国高校サッカー選手権にも出場。高校卒業後は筑波大学蹴球部に入部し、アジアの壁井原正巳とセンターバックでコンビを組んでいましたが、後に先輩の長谷川健太らの助言で本来のポジションであるセンターフォワードに戻りました。大学卒業後はバイクなどが有名なヤマハ発動機に入社し、サッカー部に入部。当時はサラリーマンとして働きながら空いた時間で練習をこなしていたそうです。1年目で日本代表にも選出され、以降は代表から離れる期間もありましたが、ハンスオフトが監督に就任すると代表に復帰。主に試合終盤に投入されるスーパーサブとして起用されました。そして1993年にはジュビロ磐田が JFL に在籍しているにもかかわらず、アメリカワールドカップアジア予選のメンバーに選出。最終予選では第2戦のイラン戦、第3戦の北朝鮮戦でもゴールを決めスタメンに定着。最終戦のイラク戦でも勝ち越しゴールを決めましたが、試合終盤に同点ゴールを決められ、あと一歩のところでワールドカップ出場を逃すドーハの悲劇を経験します。一方クラブは J1 昇格を果たし、1994年は怪我の影響で苦しめられますが、復帰後は高いパフォーマンスを発揮。1997年には自身初となるハットトリックも記録し、磐田のリーグ優勝に貢献。日本代表でもフランスワールドカップアジア第3代表をかけたイラン戦でも先制ゴールを記録し、悲願のワールドカップ初出場に貢献します。日本にとって初のワールドカップとなったフランス大会では、中山はグループステージ3試合すべてにスタメン出場。2戦目のクロアチア戦では33分に中田のパスを絶妙すぎるコントロールで収めてシュートを打つシーンもありましたが、惜しくもゴールキーパーに防がれてしまいます。またその後の43分にはラグビー式タックルで相手選手をなぎ倒すシーンも見られました。脳筋さにあふれる中山好きにはたまらないプレーです。ファールですが、チャンスはあったものの、試合は最終的に0対1で敗北。日本のグループステージ通過の可能性はなくなりました。そして3戦目のジャマイカ戦、日本はジャマイカに2点を先制されます。このままではグループステージ3試合で無得点、勝ち点0。そこで意地を見せたのがゴン中山でした。74分左サイドの相馬のクロスを、思わず名前を言いたくなるランキング8位のロペス・ワグナーが頭で折り返し、これをゴン中山が太ももで押し込む執念のゴール。日本にとって記念すべきワールドカップ初ゴールの瞬間です。そしてその2分後、中山は相手選手と接触。相当痛そうですが、実はこの接触で足が折れていたそうです。しかし、それでも中山はラスト20分弱を執念で走り切り、その闘志が世界中で称賛されました。これに関しては泥臭さを通り越して超人すぎます。この泥臭く闘志むき出しでプレーする中山の姿には、多くのファン、選手が影響を受けており、後に紹介する一生ダイビングヘッドでおなじみのあの選手も中山を尊敬し、中山のプレー動画を見て多くのことを学んだと語っています。今ではワールドカップ出場が当たり前になってきましたが、その土台を作ったのは間違いなくこの世代の選手たちであり、その中でも特に中山の貢献は大きいでしょう。本当にかっこいいと思います。続いては師匠の愛称で親しまれたフォワード鈴木隆行です。この師匠という名前は日韓ワールドカップのベルギー戦で劇的な同点弾を決めて以降、フォワードにもかかわらず46試合連続ノーゴールという記録を樹立し、
ネット上でノーゴール師匠と呼ばれるようになった説と、やべっち FC の企画で抜群の足元の技術を持つ小野伸二が、自身の方が圧倒的にリフティングが上手いのにもかかわらず、冗談で自分のリフティングの師匠は鈴木と発言。これに鈴木本人はものすごく驚いた表情で困っていたというエピソードに由来する説があります。自分は前者を信仰する鈴木ノーゴール教ですが、後者を信仰する鈴木リフティング教の方もいます。師匠は茨城県立日立工業高校に入学しますが、当時の日立高校にはまともにサッカーを教えられる指導者がおらず、師匠に練習メニューを作らせていました。後に師匠は高校時代を振り返り、まともにサッカーを習ったことがなかった、ただ遊んでいただけでしたと語っています。それでも1年から国体に出場し、2年時には鹿島アントラーズに声をかけられるほど注目されていました。そして高校卒業後は鹿島に加入。しかしトップチームでの出場機会に恵まれず、1997年にはジーコが会長を務めるブラジル3部の CFZ に移籍。ここで師匠は半年間で21試合に出場し、7ゴールを記録してチームの2部昇格に貢献。ここまではフォワードとして順調な得点ペースです。その後は鹿島復帰とレンタル移籍を繰り返しますが、1998年は公式戦12試合1ゴール、1999年は9試合0ゴールとフォワードなのか疑うレベルのパフォーマンス。それでも2000年は28試合7ゴール、2001年は35試合11ゴールを記録。ちなみに11ゴールのうちリーグ戦での得点は6。このゴール数が師匠のキャリアにおける J1 最多得点です。ここまで聞いていると、は鈴木の得点低すぎと心配になります。スタッツだけを眺めているとレギュラーを外れてもおかしくないレベルの得点数ですが、師匠はクラブでもレギュラーとして活躍していましたし、2001年には日本代表にも選出。これだけ得点力に難があるにもかかわらず、師匠がフォワードで起用される理由は、前線からの献身的な守備とフィジカルの強さを生かしたポストプレーにあります。相手のディフェンスに対しては激しいプレスで積極的にボールを奪いに行きますし、ポストプレー時には相手選手をなぎ倒すような圧倒的なフィジカルの強さを見せます。そのため守備時には有能ですし、攻撃時には自身の得点こそ少ないものの、前線で起点になることで中村俊輔や中田英寿、小笠原光雄などの有能な2列目の選手を生かすことができます。さらにファールをもらう技術も高く、特にジーコジャパン自体の日本代表にはフリーキックの達人中村俊輔がいたため、その点も好相性でした。2004年アジアカップ準々決勝のヨルダン戦では前線でファールをもらい、中村俊輔のフリーキックにボンバーヘッド中澤が頭で合わせたこぼれ球を師匠が詰めて同点弾を記録。綺麗ではありませんが、師匠らしさが溢れた素晴らしいゴールです。このようなプレースタイルから師匠はディフェンシブシミュレーションフォワードと呼ばれています。しかし2002年の日韓ワールドカップではベルギー戦で本大会における日本としての初ゴールを記録。これにはベルギーの放送局も、半年間もゴールを決めてないフォワードがどうして今日決めるんだよとコメント。このように大一番で劇的なゴールを決めてフォワードとしての役目を果たすのも師匠の魅力です。続いては J1 最多得点記録を持つ大久保嘉人と、フランスのルマンなどで活躍し現在はフットサル選手としてもプレーしている松井大輔のコンビを紹介します。大久保は試合中に感情を爆発させて不要なファールをするという致命的な弱点はありますが、前線ならどこでもできる高いユーティリティ性を持ち、高いボールコントロール技術と抜群の得点能力を誇る選手です。松井は身体能力というよりは足元のテクニックを生かして相手の逆を突くようなドリブルを得意とする選手です。そのためフィジカルや献身性を生かして戦うタイプの選手ではありません。第二次岡田監督時代にはワールドカップ直前まで 4-2-3-1 のシステムを採用し、2人とも攻撃的な役割を期待されての左サイド起用が多かったです。しかし本大会直前の韓国とのテストマッチで、岡田監督はチームとしてのパスミスが多く、このままではカウンターを受けて負けてしまうリスクが高いと判断、思い切って守備的な戦術に変更。システムを 4-1-4-1 に変更し、阿部勇樹をアンカー、その両脇を遠藤と長谷部が固める中盤構成、そして左に大久保、右に松井を配置し、ワントップにはフィジカルを生かしたボールキープ力が評価されて本田圭佑が起用されました。しかしこのシステムにおける両サイドは非常に過酷。相手がボールを保持している場合は豊富な運動量でサイドを上下動してサイドバックをカバーする必要があります。さらに何より厳しいのが攻撃時。南アフリカワールドカップは試合に出られるならどこでもいいと右ウィングのポジションにも特に不満はなかったという松井でしたが、長谷が後ろにいたんだけど上がってこなかったと解雇。大久保もなんか切れてたよね俺ら、
ハセってめちゃめちゃキレてた覚えがあるハセにとコメント。これに対し松井も俺もキレてた、なんで上がってこないのってと呼応するが、続けて聞いたら上がるなって監督から言われていたらしいと語っています。岡田監督は原則中盤の長谷部と遠藤には上がらないように指示しており、攻撃はワントップの本田と両サイドの大久保松井の3人で完結させる必要がありました。大久保は当時圭介にお前マジキープしてくれ、その横を俺らが走るからって言ったのを覚えてるわと振り返っています。そして2人とも疑問だったのが選手起用。大久保は2人とも頑張って上下動するタイプでも真面目でもないと言っていましたが、岡田監督は戦える選手、ボール奪われても取り返せるやつを選んだし走れる選手を選んだとコメント。実際2人は試合を通して相当走っていましたし、カメルーン戦での日本代表は1人平均の走行距離で相手より 500m も多く走っており、決勝点も松井のクロスに対してニアで大久保が潰れ、ファーサイドの本田が決めたゴール。かなりタフな戦いにはなりましたが、岡田監督の守備的な戦術、2人のサイド起用は大成功だったと言えるでしょう。続いては個人的に日本代表で最も泥臭いという言葉が似合うストライカー岡崎慎司を紹介します。岡崎は並外れた身体能力や足元の技術はありませんが、それでも2008年から2019年まで日本代表に選出され続け、日本代表歴代3位となる50ゴールを決めている選手です。岡崎の特徴を一言で表すと、自分ができることを全力でやるというスタイル。体力が尽きるまで相手にプレッシャーをかけ続けますし、クロスボールに対しては体を投げ出してでもボールに触れようとします。こぼれ球に対するセカンドチャンスも手を抜きませんし、前線では体を張ってためを作り、時にはファールを奪ってチャンスを作ります。そんな岡崎の尊敬する選手が先ほど紹介したゴン中山。岡崎は昔から中山のプレーをビデオで見て分析していたらしく、岡崎のクロスに対するマークの外し方、鋭い飛び込みは前世紀のゴン中山を彷彿とさせます。岡崎は中学時代は県選抜に選ばれるほどの実力を持ち、中学卒業後は兵庫県の強豪滝川第二高校に進学します。ちなみに滝川第二は大阪半端ないってを生み出した中西貴弘選手が所属していたことでも有名です。岡崎は1年次からレギュラーをつかむと、全国高校サッカー選手権では3年生の兄とツートップを組んでベスト4を達成、3年目の全国大会ではキャプテンを務めました。そして高校卒業後の2005年に清水エスパルスに入団しますが、加入当時の長谷川健太監督による評価はフォワード8人の中で8番目。10年後にはプレミアリーグ優勝を果たす岡崎ですが、当時の評価は非常に低かったことがわかります。それでも岡崎はサテライトチームで地道に結果を残し、2007年にはトップチームで出場機会をつかむと、リーグ戦21試合で5ゴールを記録。これは師匠のキャリアにおける J リーグシーズン得点の2位と並ぶ数値であり、当時はミッドフィルダー起用が多かったことを考えれば十分なスタッツです。2008年にはフォワードとして起用され、27試合で10ゴールを記録。清水の新エースとなり、日本代表にも初選出されています。以降は清水でも年間2桁得点を積み重ね、南アフリカワールドカップでも1ゴールを記録。その後はドイツに移籍し、シュツットガルト時代は怪我の影響もあり活躍できませんでしたが、マインツに移籍すると得点力が爆発。2013年から2015年にかけて2シーズン連続でリーグ戦2桁ゴールを記録し、プレミアリーグのレスターに移籍。レスターは前シーズン14位でかろうじて2部降格を免れる程度のチームであり、優勝オッズは5001倍。これはネスコにネッシーが実在する501倍よりもはるかに高いオッズであり、プレミアの中では弱小という立ち位置でした。しかしシーズンが開幕するとレスターは予想を上回るペースで勝利を重ね、13節の入荷する戦を3対0で解消してリーグ首位に浮上。そのまま一度もトップの座を明け渡すことなくプレミアの頂点に立ちました。当時のレスターにはエースのバーディーに加え、後に世界一のボランチとも呼ばれるカンテや、現在マンチェスターシティに所属するマフレズも在籍しており、今思えばかなり豪華なメンバーです。そしてそのメンバーの一人が岡崎慎司。岡崎はエースのバーディーと比べると得点こそ少なかったものの、豊富な運動量で攻守に貢献し、イギリスでは影のヒーローと呼ばれるほどの活躍を残しました。日本代表では2018年までコンスタントに出場を重ねており、2010年のアルゼンチン戦では長谷部のミドルシュートのこぼれ球を詰めて決勝ゴールを決める活躍を見せましたし、2011アジアカップのシリア戦では終盤に体を張って PK を獲得するシーンもありました。個人的に好きなのはロシアワールドカップのセネガル戦で
相手のゴールキーパーを体を張ってブロックし、本田のゴールを間接的にアシストしたシーン。これらは美しいプレーと言えるかは分かりませんが、試合に出れば全力を尽くす岡崎だからできた活躍でしょう。続いては松木さんが命名した稲妻純也という愛称で親しまれており、抜群のスピードが持ち味の伊藤純也を紹介します。現在では日本代表の中心選手まで上り詰めた伊藤ですが、高校までは完全に無名の選手でした。さらに高校卒業後はサッカーを続けるつもりではあったものの、上下関係が厳しそうな強豪校は嫌、家から近い方がいいというまさかの理由で神奈川大学に入学し、サッカー部に入部します。当時の伊藤は技術的にはかなり荒があったものの、大学1年時から目をつけていたのがヴァンフォーレ甲府のスカウト。現在サンフレッチェ広島で活躍する J リーグ屈指のディフェンダー佐々木翔目当てで流通経済大学とのリーグ戦を視察した際、途中出場した伊藤の圧倒的なスピードに圧倒され、以降伊藤をマークし続けたそうです。甲府は予算規模が大きいクラブではないので、他のクラブも狙っている大物ルーキーを獲得するのは難しく、伊藤のような高いポテンシャルを持ちながらも本人の人間性もあって、その存在が他のクラブに知れ渡っていない選手はうってつけでした。その甲斐もあり、伊藤は大学卒業後に甲府に加入。1年目から30試合に出場すると、翌年の2017年には柏レイソルに移籍、同年に日本代表にも初選出されています。そして2018年にもリーグ戦全34試合に出場しますが、チームは J2 降格。このタイミングで伊藤は師匠が19試合に出場して1ゴールも決められなかったベルギーのヘンクに移籍します。移籍後は徐々に調子を上げ、2021シーズンには公式戦42試合で12ゴール16アシストを記録。またこれらの活躍もあり、森保ジャパン発足後から右サイドのレギュラーを務めていた楽天カードマンのポジションを奪い、右サイドのレギュラーに定着。そして伊藤を起用したことは、オーストラリア戦で中盤に遠藤、田中碧、森田を並べた 4-3-3 システムを採用したことと並ぶ、カタールワールドカップアジア最終予選における森保監督の神采配の一つでしょう。日本は初戦のオマーン戦でまさかの敗退。2戦目の中国戦はなんとか勝利するも、3戦目のサウジアラビア戦も柴崎岳の伝説のスルーパスもあって敗戦となり、後がない状況に追い込まれます。しかし森保監督のシステムや選手起用の変更が機能し、オーストラリア戦を2対1で勝利すると、ここから覚醒したのが伊藤純也。ベトナム戦では決勝ゴールを決めると、続くオマーン戦でもまたしても伊藤のゴールで勝利。さらに年明けの中国戦では伊藤のクロスが相手の手に当たって獲得した PK を大迫が沈めて先制すると、伊藤はダメ押しの2点目も決めて勝利に貢献。続くサウジアラビア戦でも爆発的なスプリントからのクロスで南野のゴールをアシストすると、スーパーボレーでダメ押しの追加点。絶体絶命の状況から4試合連続のゴールで日本を復活させた伊藤は、間違いなくアジア最終予選の MVP であり、日本の大エースでした。しかしカタールワールドカップ本戦では、森保監督の 3-4-2-1 へのシステム変更もあり、伊藤は本来のポジションである攻撃的な右ウイングではなく、守備的な役割も求められる右ウイングバックに起用されます。ドイツ戦やスペイン戦では守備に追われる時間がかなり長かったにもかかわらず、集中力を切らさずに抜群の運動量で攻守に貢献。特にスペイン戦での堂安のミドルシュートのきっかけとなった飛び出しは記録には残らないものの、実質伊藤のアシストと言ってもいい素晴らしいプレーです。クロアチア戦でも連戦での疲労もある中、延長戦を含めた120分を高いクオリティでプレーし続けました。アジア最終予選ではエースとして活躍、ワールドカップで求められた役割をしっかりこなして泥臭く日本に貢献しました。次に紹介する選手と並んで日本で最もハードワークした選手の一人でしょう。お待たせしました。最後はみんな大好き爆速プレッシング老け顔ワンパンマンこと前田大自然です。大然は足元の技術やサッカー IQ は特別高くはありませんが、それを補うだけの圧倒的すぎるスピード、さらに試合中に何本もスプリントできるスタミナが持ち味の選手です。前田は山梨学園高校時代には前線からの鋭いプレッシングと同時に、相手選手に気づかれない絶妙なステップで間合いを詰める様子が静粛性に優れたプリウスの特徴と被ったことから、プリウスのあだ名をつけられており、すでに前線からのプレッシングを武器とするスタイルを確立していました。高校卒業後は松本山雅、水戸ホーリーホック、ポルトガルのマリティモなどのクラブを渡り歩き、2020年の夏に横浜 F マリノスに移籍、そして翌年の2021シーズンに大ブレイク。大然は足元の技術はそこまででしたが、前線からのボールダッシュやクロスへの鋭い飛び込みを武器に得点を量産。
シーズンを通してリーグ戦36試合に出場し、23ゴールを挙げて J1 得点王にも輝きます。しかも PK でのゴールは1点のみ、22ゴールは流れの中での得点です。これらの活躍が評価され東京五輪のメンバーにも選出。グループリーグ第3節のフランス戦ではゴールを決めるも出場時間も短めであり、大一番のスペイン戦でもその決定力を発揮することはできませんでした。またカタールワールドカップアジア最終予選のメンバーにも招集されていましたが、当時のワントップの軸は完全に大迫であり、大然は途中出場がメインでした。しかし2022年の夏に怪我の影響で大阪の本大会出場が怪しい状況となると、フォワードのレギュラー争いは激化。フィジカルに優れ、ポストプレーも可能な上田。セルティックで圧倒的な決定力を誇っている古橋。高いスピードと豊富な経験がある浅野が大然のライバルとして立ちはだかります。なんとか夏の親善試合でアピールしたいところでしたが、6月のパラグアイ戦では、さすがに擁護不可能な宇宙開発もあり、決定力の低さに批判が殺到。一方、同じスピードタイプの浅野はパラグアイ戦で先制ゴールを決めており、アピールに成功しています。しかし、浅野は9月に靭帯を負傷し、古橋はクラブでは好調でしたが、日本代表では連携面に課題。大阪はクラブで完全に調子を戻しており、日本代表のフォワード枠に誰が選出されるかは多くの議論を巻き起こしました。そして、森保監督はまさかのスコットランドリーグ得点王の古橋と半端ない大阪を外し、上田、前田、浅野の3枚をチョイス。このメンバー選出が意味することは、大前をワントップに配置した爆速プレッシング戦術の採用です。浅野はスーパーサブ枠で途中出場に固定し、日本がボールを保持する展開になりそうなコスタリカ戦では上田。それ以外の試合では前田がワントップに起用されています。そして前半からブラック企業顔負けのハードなプレッシング。相手からするとわずかなミスでボールを奪われる可能性のある大前に、常にプレスを受けるのはかなりのストレスだったでしょう。実際、スペイン戦では大前プレスからゴールも生まれています。プレッシング戦術を採用する際、これほど頼りになる選手はなかなかいないでしょう。完全に余談ですが、今年の2月のカップ戦で大然がゴールを決めた際、アシストしたアーロン・ムーイと抱き合って喜んでいるのですが、両者ともにスキンヘッドであり、どっちが大然、区別がつかねえと区別がつかない事件が発生しました。ちなみにムーイは大然のような脳筋タイプではなく、パスのセンスと技術に特徴があるテクニカルな司令塔タイプ。スキンヘッドは基本的に大前やロッペンのようなスピードタイプや、ムーイや小野伸二などのテクニックタイプに分類されます。髪型だけで人を判断しないようにしましょう。今回は泥臭くプレーし、ファンの心をがっちりと掴んだ選手6選を紹介しました。テクニックを生かした華麗なプレーは見る者を魅了しますが、泥臭いプレーも別の意味で胸を打たれます。自分は特に現役時代にテクニックではなく運動量を生かしてハードワークするタイプの選手だったこともあり、泥臭い系の選手が好みです。皆さんの好きな選手もコメントで教えていただけると嬉しいです。それではまた。